どうも皆さんこんにちは。今回はあまり自慢することでもない特技を紹介していきたいと思います。それは人差し指タイプです。タイピングかな、タイピング。あ、文字数オーバーですか。文字数オーバーだな。ということで、普通にタイピングするなら、なんかここのホームポジションに指を置いて5本指を使うわけですよ。4本かな。押す場所が決まってるわけなんですけど、僕は小学生の頃からちょっとそれを覚えずに人差し指でタイピングしてきちゃったんで、キーボード見ずに人差し指で文字打てちゃうんですよね、とかいうもはやダサいレベルの特技があるので、今回はそれを紹介していきたいと思います。さて、フォートナイトで人差し指タイプを披露することはできないから、寿司だでもやろうかな。じゃあ寿司だやるか。これミス音が嫌いなんだよな。じゃあ行こうか。エメラルド、手裏剣、マネキネコ、レインコート、アットマーク、便利ツール、スイッチを押す、メルコは育つ、ノートパソコン、心霊写真、エイプリルフール、踏んだり蹴ったり、空気清浄機、ハンバーグ、ステーキ、フィギュアスケート、和食か洋食、ショッピングセンター、ハンマーが安いですよ、ごちそうさまでした、旅に出たい気分、シャッターチャンス、ボッシュします、星の王子様、冷凍コロッケ、土壌すくい、ジャングルジム、ツンドラ地帯、トランペット、ヒッチハイク、エンディン、リンゴ飴、ビリヤード、カタルシスってなんだ、右クリック、都市伝説、ノアの箱舟、異常事態、どんでん返し、フリーマーケット、ニュース速報、エンジン全開。いや、俺の島スライディングできないんだよな。てか、どうやったらスライディングできる島になるの、これ。昔の島アップデート方法をちょっと、よかったら誰か教えてください。フリービルドとかマジでやんねえな。普段1秒もフリービルドしてないわ。レパートリーが少なすぎて飽きてくるよね、その自分のできる建築の。この島マジであれっすよ、チャプター1のシーズン5とかじゃないかな、もうクリエイティブ出たての頃に作った島はほぼそのままなんですよね。昔はこの島にこういう 1V1 会場建てて、8人ぐらいで集まってみんな定期的に交代しながら戦う相手、こうやって島作ってやってたんですよ。これね、昔の猛者たちはよく来てましたよ、私の島に。中国のプロだって来たし、この島。ここはね、昔集まってた、マジでね、激レアの島です。ネフライト先輩もたまに来てましたよ、この島。
みんなも気づいてるとは思うけど、一番明らかにその指やばいでしょっていうのが人差し指だよな。編集キーは絶対に F の方がおすすめです。絶対こっちの方がいいよね。知ってるよ、知ってます、知ってますけど、もう大丈夫です。もう染みついたんで、Gボタンで。いや、これは強制するべきだったな。さすがに遠いよな、Gボタン。今何も気にならんけど。昔とかここのグリーンバックでサムネ撮影してた。ここでサムネ撮影して、でリプレイで撮って、グリーンバックの後ろ緑だから消してサムネに使ってた。スライディングしたいな。この島スライディングできないんだよな。ああ、疲れた。そんなに手は疲れないけどね。あ、ここもよく使ってたよ、これ。これは、チャプター2のシーズン1のボックスファイトのレベルが上がり始めてた時によく使ってた。これレタスが作ってたんだよね。右上編集打ちの練習マシーン。これはマジでね、練習になった。これはマジでいい練習マシンだったよ。そんなもんですね。もう全部紹介しました、私の島の歴史を。あの浮いてる建築はよくわかんないけどな。こんなもんですわ。